はい、どうも、青です。どうも、とるくです。今回はちょっと引き続き、龍拳さんにちょっとインタビューさせていただける、はい、ということで、昨今、こう、はい、いろんな市場がわーって盛り上がっていて、うん、この市場を見つけて情報を発信するとか、うん、この市場でポジションを取るとか、うん、で、そこでなんか自社商品を作って売るといいよとか、うん、で、それは YouTube でプロモーションするといいよとか、いうことを、山本龍拳さん、いつもおっしゃってると思うんですけど、はいはい、今、龍拳さんが知識を持ちながらも何も発信力を持ってないっていう状態で、うん、どの市場でポジションを取りに行くのかなって、ちょっと聞いてみたくて。あー、なるほど。どの市場、そうだな。基本的にはお金になるような市場を狙うんですね、うん、やりたいことの前に、うん、なのでそれで言うと熱いのはやっぱり IT プログラミングと動画編集、うん、最近だったらセドリですね、うん、そこら辺を行くかなとは思いますね、うん、そこら辺である程度実績を作って次に発信力をつけていこうみたいな、はい、そうですね、はい、ただただ周りと同じような発信をしてたら意味ないので、何かしら尖ってないといけないかなとは思いますね、うん、発言がめちゃくちゃ尖ってるみたいな、うん、セドリやったらなんか伊藤社長ぐらい尖ってるみたいなあれぐらい炎上するみたいな、それも一つの個性だと思うし、まあ、彼はやりすぎなんでやばいんですけど、そこら辺のさじ加減をうまくイベントしながらキャラ立てていけるっていうのは、まあ、やっぱり今からセドリで情報発信始めても結構いけるってことは彼は証明してるんで、市場の選定とキャラ設定ですね、うん、はい、例えば動画編集市場だったらどういうキャラ設定で切り込んでいきますか、はいはい、何でもいいんですけどね、僕は3歳の子供いるんですけど、うん、アイコン息子の顔のアカウント作って、うん、一周100万円3歳児動画編集の感じにしてそのアカウント発言とか僕が全部赤ちゃん言葉で運用してるそれ最後どうマネタイズするんですか、はい、そうすると要は赤ちゃんやから応援されるじゃないですか、はい、でちゃんと動画編集のクオリティは担保するんですよ、はい、めちゃくちゃ真実の高い国語力をバチバチできるみたいな、うん、そういうのでキャラクターがそこに赤ちゃんっていう、赤ちゃんっていうか3歳児っていうのが入ってるから映えるみたいな、でここで稼いだお金は息子の学費に充てられますみたいな感じでいくと、いやだみんなお金を払う理由ができるじゃないですか、いいところで終わりたいですよなと思います、はい、何でもいいんですよ、ここら辺はもうアイデア勝負というか、はい、今度プラットフォームはどこがいいんですか、はい、Twitter とか YouTube とか、はい、最近だって TikTok とかもあると思うんですけど、まあインスタもあると思うんですけど、龍拳さんが最初エンジニアとして発信力をつけていったのは、うん、はい、Twitter ですか、まあ、Twitter ですね、Twitter をなぜ選んだかというと、やっぱ Twitter がやっぱビジネス属性が一番ハマりやすいですね、うん、男性的な発想でお金を稼ぎたいというか免疫を得たいみたいな属性が多いんで Twitter、だから基本的にはビジネス、ネットでお金を稼いでいきたいっていうのであればツイッターが一番向いてるんじゃないですかね。ただ例えばキャラクタービジネスっていうか、うん、ファンビジネスみたいな感じで、うん、僕の大学時代の同期生ハルディーがいたやつがいいんですけども、うん、彼とかもまさにファンビジネスなんですよね、うん、オンラインサロンも彼のファンがすごい多いんですね、うん、でそういうのをやろうと思ったらインスタとかの方が向いてるかなと思いますね、あとは美容系とか、うん、映えが必要なやつだったらそっちかなと思います。ビジネス系って Facebook とかのイメージがあるんですけど、ああはいはい、 Facebook じゃなく Twitter の理由って何があるんですか、うん、あ、いや Facebook でもいいんですけど、結構 Facebook は年齢層ちょっと高めに刺さりやすいので、うん、どちらかというとFacebook は広告回す用とかじゃないですか、ね、なんか Twitter じゃ物は売れないみたいな、そういう話が 4,5 年前とか全然あったんですけど、全然嘘で売れますTwitter はそれはもう結局のところ、要はテキストを読ませることができるわけじゃないですか、読ませることができる時点で別にどのプラットフォームでも稼げるは稼げますね、やり方次第、うん、YouTube で発信も熱いよ、はい、っていうことを、うん、リュウケンさんも分からないと思うんですけど、はいはい、順序としては、じゃあ、うん、Twitter である程度出し抜くつけて、YouTube に流していくみたいなのが、あ、いや、うん、ね、まあ、Twitter と YouTube は別物で、まあ、両方並行でやった方がいいかなと思います、はい、結局、Twitter で獲得したファンって YouTube にそんなに流れてくれないんですよ。流れてくれないし、YouTube の人も Twitter にそんなに流れてくれないんで、なので、まあ、全部同時にやっていく、うん。全然別のチャンネルとして機能をさせていった方がいいかなと思います。YouTube でファンだった人が、よりなんか裏の側面とかを見たい、うん、みたいな人たちがツイッターに流れてきてくれたら、うん、それはそこでいいと思いますし、うん、とりあえず別物でやってみてって感じです、うん、レンケンさんって今、うん、ツイッターと YouTube と、はい、あとブログ、うん、その Google 検索流入で人を取ってくれる、はい、以外になんかやられてるんですか、はい、今はインスタもちょっとストップしてるんで、うん、TikTok もストップしてるんで、うん、そうですね、そんなもんですね。インスタと TikTok ストップした理由ってのはどんな理由なんですか、うん、TikTok は以上にそこまでマネタイズに結びつかなかったかなっていうか、僕がやってる分野がちょっと特殊だったのかもしれないですけど、でもその IT なんですよね、うん、IT とか転職とか人材系とか学習系だったりするんですけど、そこが今の TikTok から結びつけにくいっていう感じかなと思いますね。であと TikTok では中国資本の会社なんですけど、中国の TikTok と日本のそれ以外の TikTok ってもう別アプリなんですよ、中華 TikTok それ以外みたいな感じなんですね、うん、で中華 TikTok はやっぱり一番進んでるんですけど、そこは本当に投げ銭機能も
あるし、ライブコマースも全然できるし、うん、EC サイトへの誘導もできるんですけど、うん、日本の TikTok はあんまりそこまで進んでないんですよね、うん、それがいつ進むかなみたいな感じで2年前ぐらいから張ってたんですけど、うん、意外と進まないみたいなやっぱりそこは中華独特のものなのかなみたいな感じにちょっと中国の TikTok ってほんまにおじさんやってるんですよ、うん、おじさんとかその面白いおじさんとかがいるんですね、うん、日本はあんまりいないんですよ、うん、やっぱりイケメンと美女若い人のメディアになってるんで、うん、そこの裾野がいつ広がるかなっていうところですね。広がればもっとビジネス利用してもいいかなと思うんですけど、うん、あ、なるほど。ちょっと先取りしすぎたかなっていう感じです。インスタは？インスタはあんまりうまくいってないんですよね。なんか IT 系の発信とかその僕の人生人間サロン、うん、副業系の発信とかやってみたんですけど、やり方が悪かったかなんてあんまりうまくいかない。ですね、一旦止めてます。インスタ皆さん結構意外とツイッターとかにいる人たちもやってるんですけど、うん、なかなかうまくいってない。僕もうまくいってないんですけど、うんうんうん、池早さんとかもツイッターと見たら相対的にまだフォロワーも7000人ぐらいちょっと苦戦されてるのかなって言ってたんですけど、インスタはビジネスと相性悪いんですかね今。悪いことはないんですけど、属性がもう全然違うものかなと思いますね。結構女性的じゃないですか、うん。で、ミニマリストとかは流行るんですよね。小さな私の生活みたいな感じの発信が流行るというか、うん、多くを望まないみたいな、うん。今よりもちょっと豊かになる。ちょっとの工夫でちょっと豊かになるみたいな発信は受けると思います。ああ。画像で訴求できなきゃダメってことですね、はい。ミニマリストとか。ああ。みたいな。そうですね。はい。スキルつけてガンガン行こうぜみたいなのはあまり刺さらない。そうですね。そんな向上心高くないと思いますね。あ、はい、そこら辺に刺すは難しいかなと思います。ちょっと女性的で、はい、今よりちょいっと生活良くなればなみたいな。そうですね、はい、だから副業とかも背取りはいいと思いますけどね、うん、全能背取りとか、うん、在宅でプラス月3万円みたいなのを頑張っていくみたいな、主人公主婦みたいな感じですね、うん、感じの漫画とかをインスタでやったら、まあまあ伸びたりするんじゃないですかね。結論、こうビジネスでやっていきたいっていう人は、Twitter と YouTube を並行して伸ばしていくといいんじゃないかなっていう感じですか。そうですね。基本線はそこかなと思いますね。うん、それぞれ Twitter と YouTube って特性が違うと思うんですけど、龍拳さんのキャラをちょっと演じ分けてるなみたいな部分なんですけど、はいはいはい、どういう意識で Twitter はこういうユーザーが多いからこういうキャラで、YouTube はこういうユーザーが多いからこういうキャラみたいな。ああ。龍拳さんの意図してる部分をちょっと聞きたいなと思いますけど。ああ。僕はもう基本的にはオラオラキャラなんですね。はい、それはなんでかというと、弾きたいからなんですよ。雑魚というか、あんまりくれくれくんみたいなテイカー志向の人たちっていうんですかね。が、まあ、いっぱい来ても、やっぱりめんどくさいんですよね。マダムさんとかでも、毎日何十通かくれくれメールが来るみたいな、ダイレクトメッセージが来るって言うじゃないですか。僕そんな来ないんですよ。多くて2とか1とか、結構ビビられてるんですよ。もちろんそのフォロワーの差はありますけど、向こうはまあ20何万人で、僕は8万人くらいなんで、差はあるんですけども、それにしても僕あんま来ないんですよ。っていうのは、やっぱりそれなりにそのブランディングは成功してるからで、スプリングができてるからだと思うんですけど、そういう意図があって、Twitter も YouTube も最初は結構オラオラで行ってたんですけど、ただ YouTube の方は、オラオラで行くと数字が取りにくいですね。明らかに取りにくいというか、頻度がちょっと低いというか、精神年齢が低いですね、YouTube の方が。これ YouTube でこれ言うのもね、なんですけど、否定されたくない弱者みたいなのが多いですね、YouTube の。なんで、ちょっと優しくしてます。ああ、なるほど、はい。本来は優しいんですけど、僕。人間は優しいんですけど、キャラクターとしては、めちゃくちゃ Twitter 尖らせてて、うん、YouTube はもうちょっと優しく、本来の自分に近づけつつ、みたいな感じでやってます、ね。なるほど、ね。その、ちょっと尖って、はい、雑魚を弾くっていうのは、どういう意図なんですか、はい、逃げ切りサロンの頻度を上げるため。うん、頻度上げるのもそうですけど、運用コストが高いんですよ。そういうくれくれくんみたいな。手取り足取り教えてくれみたいな。教えてくれなかったら文句言うみたいな。文句を外に言いふらすみたいな。そういう人たちって関わりたくないじゃないですか。こっちもね、オンラインサロン2200円なんですけど、ですが、2200円で、確かにいろいろサービスはさせてもらいますし、Q&A とかね、できるだけ答えたいと思うんですけど、できる範囲ってやっぱあるわけですよ。もう何千人という。で、それをそこまで2200円で権利使用されてもな、みたいな感じで思うことが、やっぱりあったりすると嫌なんで、なんか自立したいと思ったなと。じゃあ、たまに、長尺作詞だとか、長尺から絞ってるって言われるけど、逃げよ、みたいな。まあ、逆だよ、みたいな。逆に僕が作詞されてますね。はい、だって2200円ですからね。はい、そんな。そのチャレンジをやって。そうそうそう。たまになんかそういう長尺作詞だとか、お金取ってんだってもっと面倒見ろ、みたいな写真を見るときによく思うんですけど、はい、龍拳さんも神戸大学出られて、理解していただけると思うんですけど、はい、大学受験の予備校とか考えると、うん、だいぶ龍拳さんたちがやられていることって優しいっていうか、ああ、まあ、大学受験とかはもう、高校3年生、17、18の子に、100万円払わせて、はい、で、でも努力しなかったらお前のせいだ
感じなのに対して、なんか、逃げ切りサロンとかは月額2000何百円でいろいろ面倒見てくれるから優しいなっていう風に思います。はいはい。そうですね。それは、僕が本当に持続的にビジネスやりたいからなんですね。うん、僕がほんまに短期間で儲けて、じゃあ人生ドローンしようみたいな感じに思ったら、詐欺すればいい。要はそういうふうにもう100万円とか取って何も教えないみたいな、はい、みたいな感じに詐欺なんでやればいいんですけど、結局僕の本当意図するとか、僕は結構どんどんメディアにも出たいし、自分という人間を売り込んでいきたいんですよ。要は自分が影響の及ぶ人知を世の中に広げていきたいっていう発想でずっといるんで、だったらやっぱり持続的なビジネスをやらないといけない。で、そういう単発での目先の利益を追った稼ぎ方みたいなのはしちゃダメなんです。なるほど。僕のポリシー的に僕のやりたいこととは合致してないんで、やらないっていう感じです。だからなるべく安くというか、品質の高いサービスを提供して、裾野を広げるっていう方法を取ってる。ああ、なるほど。今の話で言うと、うん、今後、文化人的な枠に入りたいってこと、はい、あ、行きたいです、行きたいです。今回も本出されて、はい、夢で一歩。そうですね。もう、なんか、なんなら、スッキリとか出たいですね。美濃和さんのポジションを取りたいですね。ああ。野望はそういうのありますか、ね、テレビとか、アベマ TV とか。そうですね。そう出るためのキャラクター設定だったりとか、うん、はテレビに出すにはやっぱりそれなりに怖さもあるんで、うん、そういうところを止めてクリアしていくかな、みたいなのは、地味に考えてますね。うん、マルチやってた過去とかが、はい、足かせになったりとかするんですか、はい、ああ、過去にやってたはそんなに影響ないとは聞いてますけど、ね、そうなんです。ただ、やっぱりその発言のトゲトゲしさだったりとか、うん、一瞬なんか、んって思うような、例えば転売とかの情報とか、うん、僕は別に肯定してるわけじゃないですけど、うん、例えばマスク転売とかで億単位の利益を上げて取っているわけじゃないですか、うん、そういう人たちのことに言及してるとか、そういうのは結構ね、メディアめっちゃ見てるんですよ。あ、そうなんですか、ね、はい。なのでそういうところをほんまに排除していくのか、そうすると僕のエッジが落ちるかもしれないんで、そこら辺のバランスをどうやってやるかの作中です。ああ、じゃあツイッター見せて、リュウケンさんが明らかに丸くなった、はい、あ、本気でテレビでやろうとしてるみたいな。そうそうそう。そういう感じですね。まあでも僕もキャラ編みたいなのはめっちゃしてますけどね。あ、そうなんですか。細かいキャラ編というか。推移を聞きたいですね。どういうキャラだったか。ああ、ほんまに昔は別にそんな尖ってなかったし、基本デスマス口調で一人称の僕統一みたいな感じでしたけど、うん、まあ、今は別にオラつくときはこれやし、断定だとか出会うとか、一般的にそれを言ってると恥ずかしいみたいな、中二っぽいみたいなのをわざとやったりとかっていう感じはしますね。だから真面目に論理的な話をしているだけのキャラから、ちょっと煽りつつ論理的なキャラクターみたいなで、その煽り度合いのトゲトゲしさをどんどん尖らせていくみたいな、そういう変遷じゃないですかね。それは何を持って変えていったんですか。どういう転換点があって、どういう意図で変えていったんですか。なんか常に周りを見て、周りがやってないところかなっていうのを見てます。動画編集市場とかだったら、はい、それこそ動画を痛烈に直接的に批判する人って全然いないんで、このポジション行ってもいいし、3歳児動画編集になってもいいです。やってないところって全然あると思いますけどね。生ハムはやっぱりすごいキャラ立ってますけどね。なんか、ちょっと薬やってそうみたいな。電子ドラッグみたいな感じの風紀感あるじゃないですか。はい、ああいうのはやっぱりいいなと思います。ああ、結構最近キャラ困ってるんですよね。あ、結構淡々と、それこそ僕でデスマス区長から、はい、最近だんだんダーであれで若干偉そうにしてるんですけど、はいはい、ここからなんかアドバイスとかありますか。パワフルこういうキャラにしたらいいんじゃないか。めっちゃスケベとか。なるほどなるほど。めっちゃスケベとかいいかもしれないです。何でも下ネタに行くみたいな。トラってやつがいるんですよね、エンジニアっていうの。彼は何でもエロい話につなげる系のツイッターを運用し始めて、めっちゃ急速にフォローアップしたんですよ。今はちょっとマイルドになってますけど、彼も彼なりにキャラ変だったんだと思うんですけど、最初は本当に何でも下ネタにつなげるっていう感じでやってました。あ、そういうのは思うんじゃないですか。なんかその人らしさみたいな、なんかその人やったらこう言いそうみたいな、そういうテンプレートがあるとやっぱ伸びやすいので、そういうのもあるかなと思うんです、ね、何かでおっしゃってましたね、うん、テンプレ感っていうか、あ、そうですね、はい、サザエさんがいつも同じ展開だから、あ、そうそうそう、だからなんか真新しさとか気を照らったものっていうのは言うほど望まれてなくて、当たり前のことを言っててもいいんですよ。みんなそれを言うと浅いことを言ってるみたいな感じに言う人もいるんですけども、別に深いことを言ったら誰も反応しないんですよ、うん、みんなの頭の中にすでにあるものを聞き出さないと共感できないから、うん、それなって言われないといけないんですね、うん、だからそれなっていうのは結局みんな分かることが浅いことじゃないですか、うん、それを言えばいいんですけど、ただそれを言ってるだけだったら他の人と一緒になるんで、やっぱキャラクターをそこにつけるんですよ。あ、うん、その人らしい言い方で、そういうのを聞くとそれなってなるし、あ、なんかその人やったらこの言葉をこういう風に言いそうっていうのでいいにしたりとかリツイートしたりする。なるほどね。感じです。じゃあスケベキャラでいきます。ほんまにいきますか。僕実はもうすでになんかおっぱいキャラやってるんですよ。あ、おっぱいキャラなんですか。あ、いいですね。おっぱいキャラで、はい、最近ちょっと裾野を広げようかな。
お尻とかも。あ、そうですね。まあ、例えば、自分の編集チームは、おっぱい D カップ以上、みたいな。絶対 D カップ以上。とか、もっとこだわるのは身長160センチ以下、みたいな。まあ、そういう感じを、なんか、そういうフェチみたいなのを入れ込んでいくと、冗談っぽくね、やりつつやったら、まあ、いいんじゃないですか。これを見てる皆さん、僕が最近下ネタしか言わねえなって思ったら、はい、意図的にやってるっていうふうに認識してください。うん、決して、本気でエッチなわけではないです。やっぱ、ほんまにエッチじゃないですか。それはもう男はみんなスケールだと思うんで、全然それは、さらけ出せばさらけ出すほど、期待値下がるから、炎上しにくくはなりますよ。ああ、なるほど。一時の前でオフパコしちゃっても。ああ、いいんじゃないですか。まあ、いや、あいつそれでしかねえんで。青くんならやりかねえんで。それでいいんじゃないですか。そうなるとちょっと気が楽です。あ、そうです、そうです。じゃあそういった感じでやっていきたいと思います。はい、今回は結構面白い話をしていただきましたということで、山本龍拳さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。